ただいまよりダブルメインイベント後楽園超党派タッグバウト60分一本勝負を行います。オコラ 3WA 並びに UWA 世界タッグ IWA 世界女子チャンピオン150パーストヨタマナギ、同じく 3WA 並びに UWA 世界タッグチャンピオン150パース山田俊彦。赤コーナー極本 CMLL 世界女子チャンピオン240パースブルー中郷。同じくジャングルジャック 3WA 世界シングルチャンピオン230パースアジャーコッケー。レフィー浦山大地。さて第7試合です、後楽園超党派タッグバウト60分一本勝負アジャコングブル中野対山田俊夫トヨタバナミというですね、全日本女子プロレス屈指の、まあ、最強タッグ決定戦といってもいいんじゃないですか。超党派ってでもアジャとブルのことを指すわけですよね。ねえ、あの戦い の輪の中には、もうブルー中野選手は外れてしまったわけで、はい、これは限定版の試合ということで。なるほどね、はい、まあ、ブルー選手も1月4日以来の、まあ、そうですね、ということになりますね。いや、大阪で、あ、大阪で、はい、やってますから、はい、ただ、まあ、本当に1ヶ月に1試合かそこらですからね、はい、その辺の、まあ、コンディションなんかもね、非常に難しいところもあるかと思いますけれども、また先ほどリンガーナのコール240ポンドというコールを受けましたけど、はいはい、もう240ポンドは切ってますか。全然ないですね。全然ないですか。100キロ切ったかなってところですよね。そうですか。足を見ていただくと分かるけど、ホット選手ね、はい、そばでやっぱり足のなんか足の形が変わっちゃってますよね、ブル様。確かに足の太ももの、ね、あの迫力っていうのは確かにちょっと薄れてきたかなって思いますけど、見た目はもう落ちてますよね。そう、完全に落ちてますよ、ね、はい、顔が細くなってるでしょ。そうですね、はい、でも迫力感はありますよね。もちろん、はい、だからあと何試合っていうか、まあ、限定なんで、はい、僕らたちがなんかブル選手の試合を見るときは、はい、なんかそれじゃあなんかあまりに悲しいけれども、はい、ひょっとしたらこれが最後じゃないかっていう気持ちで見た方がいいんじゃないかって気もしてきたしね。あ、うわ、すごいパイルドライバーを赤が山田に決めておりますが、でも中野さんはプロレスが大好きだから、ええ、言ってましたよね、この間も。そうですね、はい、さあ、その中野だからすごい声援で登場しました。ジャイアント馬場さんのようなね、はい、存在になるんじゃないかな。なるほど、おっと、すごい、ありがとう。ウェイトが落ちてもこの迫力ですか。そうですね、すごいパワーボムでカウント2。技を仕掛ける時の正確さっていうのは、タイミングの正確さに関してはまだまだ誰にも、すごいです、負けないって感じ、はい、これは意識してウェイトを落としてるとかそういうことではないんですか。どうでしょうね、それは多少あるかもしれないですね、はい、なるほど。だからかえってメイクしてない時とかすごい女性的な顔になってるって感じがしますね。女の人っぽいですよ、本っぽいっておかしいですよね。この間15日にリングサイドで、はい、リングサイド、サイドで見て、どっかのお姉さん見たかったですね、はい、なんかファンの人も誰か分かんなかったとかいう声が、ね、はい、出たとか言って、言ってたんですけど、髪の毛も青じゃなくて、はい、普通の金髪っぽかったんですね。髪の毛を普通にストレートに、はい、まあ、立てるのを直すと